岩手県警察は岩手県が設置した警察組織。岩手県内を管轄区域とし岩手県警と略称する。警察法上岩手県公安委員会の管理を受けるが、給与支払い者は岩手県知事である。また警察庁東北管区警察局の管理を受ける。本部所在地は森岡市内丸8の10。2018年4月現在。 警察署数は16。警察車両ナンバー地名表記は以前はすべて、岩手だったが、2014年11月17日より、岩手県下でも、ご当地ナンバー制度が導入された。これに伴い森岡東、森岡西、市は三所管内登録者には、森岡ナンバーが、欧州、一関、千枚や三所管内登録者には、平泉ナンバーがそれぞれ交付され、 これら警察署に配置されている車両は今後の更新時に森岡及び平泉ナンバーへと置き換わった。岩手県は寒冷地域ではあるものの日本海側ほど積雪量は多くない。このため車両用の信号機は県内全域で横型を採用しており、縦型は秋田県よりの西和賀町や狭い道路の交差点で用いられる程度である。メーカーは小糸電工、 一計三製作所、日本信号、信号電材、オムロン、松下通信工業が主体だが、近年は、青和電気製の LED 信号機も採用し始めている。従来より設置されている樹脂製陶器は、青森県警、秋田県警、山形県警、愛知県警、奈良県警、大阪府警等が採用しているのと同タイプである。 これに対し LED 陶器はすべて金属製であり、愛知県警のような樹脂 LED はない。なお、岩手県警の場合、陶器の裏側に製造年を示す、アルファベット2文字が書かれたシールが貼られている。音響式信号機は、設置費用の一部が1978年以来、毎年12月24.25両日に、IBC ラジオで放送されている。 ラジオチャリティミュージックソンの募金で賄われており、それにより設置された音響信号機には、IBC ラジソン通リャンセ基金より、贈呈と書かれた青色ステッカーが貼られている。自動車系ら、交通機動、高速対応パトカーは、大半が、トヨタクラウン、ゼロクラウンや日産、クルー、ミニパトは主に日産、キューブや、スズキスイフトワゴン R、トヨタプラッツプリウス、 自己処理車はトヨタハイエースやランドクルーザー等が多く用いられている。操作用車両では日産、エルグランドティアナキャラバン、トヨタアルファードノアハイエース、ホンダステップワゴンなどが用いられている。また最近導入された警察車両はブレーキランプや方向指示ランプが LED 化されている。なお、警察車両のナンバープレート地名表記は県内全書、岩手である。 ありがとうございます。